皆さん、こんにちは。今回は演歌歌手の純烈の白川裕二郎さんについてご紹介します。白川さんは1976年12月11日に神奈川県横浜市で生まれました。父親、母親、姉、白川裕二郎さんという4人家族に生まれました。しかし父親は白川裕二郎か小学校6年生の時に亡くなっており、父親亡き後は母親が女手一つで2人兄弟を育て上げました。白川裕二郎さんの兄弟には7歳年上の姉がおり、白川裕二郎さんは2人兄弟の末っ子として育ちました。姉は子供の頃からイーグルスやスティングなどの洋楽を聴く音楽好きな姉だったようです。兄弟2人で撮影した写真なども公開されておらず、一般人として自分の時間を大切に過ごしているのだと思われます。白川さんの出身高校は神奈川県にある新栄高等学校で、偏差値は46です。白川さんの他にもサッカー選手の天野隆さんや飯尾一慶さんなどが卒業されています。高校生の頃はバレーボール部に所属していたそうです。また相撲界からのスカウトがあり、旭山部屋に入門します。1995年9月場所にて初土俵を踏んだそうです。白川さんは力士の中では小柄だったため、体作りのために1日にお米を1升とプロテイン入りの飲み物を飲むのがノルマでとても辛かったそうです。お米1升を毎日食べるのを想像するだけでも私はお腹いっぱいになってしまいますので、入門するレベルの力士の増量は想像を絶する。体作りの一環としてかなりの量を食べさせられることは昔から知られた事実ですね。それから1年後の1996年7月の場所で網の富士に改名。22歳の時にお母さんが俳優養成所のポスターを見せ芸能界入りを果たします。素晴らしいお母様のアドバイスのおかげで、またも想定外の道へとチャレンジすることを決意した裕二郎さん、母親の一声で俳優養成所に行くことを決意しました。裕二郎さんはアルバイトをして次は俳優としてのデビューを目指し養成所に通っていたそうです。その後芸能界入りを果たし、2002年に忍風戦隊ハリケンジャーのカブトライジャーの役としてデビューします。白川さんは2004年に大ヒットした有名な昼ドラ牡丹とバラにも柏木雅也役で出演していました。2009年に NHK の大河ドラマ天地人にて中条役として出演など、その他にも多くの作品、またテレビ番組にて活躍を果たし、2007年にメンバーの酒井和義さんの誘いで現在のグループ純烈が結成。純烈は4人組男性歌謡コーラスグループで、グループの目標は親孝行紅白歌合戦出場、全国47都道府県で歌うことを掲げています。約3年に及ぶボイストレーニングと下積みを経て、2010年涙の銀座戦でメジャーデビューを果たします。しかし2012年に当時の所属レコード会社との契約を打ち切られ、老舗キャバレー、健康センターやスーパー銭湯などで地道に営業活動を続けていました。純烈といえば今や紅白歌合戦にも3度出演し人気グループの一員ですが、デビュー当時の年収2万円という時があったそうです。メンバー6人なのでギャラは6等分という子でビビたるものだったようです。純烈だけの給料では生活できないので、みんなアルバイトなどをしていたようです。さらに健康センターでの仕事はお風呂に入れてご飯を食べさせてもらえて、ファンの方もどんどん増えて命の恩人のような場所だと白川さんは明かしています。そんな年収が少ない時期を過ごしてきた白川さんですが、収入が少なくても純烈は不思議な魅力があって面白いな、もう少し続けてみようかという気持ちになって、事務所が現在の事務所になり、給料制になってからは給料が15万円になり、純烈だけをできる体制を整えてくれたそうです。さらに大変だった衣装代も何とかしてくれたそうです。そんな中7枚目のシングル幸福遊び愛をありがとうがオリコン演歌歌謡曲ウィークリーチャート1位を獲得し、一躍知名度が上がり、
その後リリースした愛で縛りたい、プロポーズがオリコン演歌歌謡曲ウィークリーチャート1位を獲得し、部門別チャートでは3作品連続で初登場1位を記録するなど人気グループの仲間入りを果たしました。白川裕二郎は純烈として NHK 紅白歌合戦に初出場を果たした。2010年にメジャーデビューを果たすも、2012年にレコード会社との契約が打ち切りとなる悲劇に、平成最後の年末に紅白出場を果たすという快挙もとても話題になりましたね。その後健康センターやスーパー銭湯など歌える場所を探し努力を重ね、昨年念願の紅白出場に至りました。2019年6月1日夜から嘔吐と下痢の症状が出て、2日に都内の病院で診察をしたところ、ウイルス性胃腸炎と診断され入院したが、同月6日に仕事に復帰しました。2020年11月24日左肩腱板断裂の手術を受けます。2021年1月からは NHKBS1 大相撲ドスコイ剣第4回関脇編にゲスト出演し、大相撲中継に対談が掲載されるなど力士としての経験が役に立っています。2021年のラジオ放送にて、純烈の皆さんは今まで第一章いろいろな会場で歌ってこられたと思いますが、一番思い出深いのはいつ頃ですか、という質問に対して、白川さんは、僕ね、あのやっぱり健康センターであの怪我した時、健康センターでアンコールのもう一曲目カード払い札幌で一番最後の回し蹴りした時に足を怪我してね、もう見る見るうちに足が腫れ上がって、やっぱもうさ、みんながメンバーがあたふたあたふたしての分かっちゃったんだよね、すてってさ、もう必死になってる、だったらあの時かな、難しいあれが一番覚えている、と当時のことを振り返ってます。プライベートでは猫を2匹飼っていて、今飼っているのは今年15歳になるメスのみかんと、まだ1歳に満たないメスのみたらしの2匹。めちゃめちゃ仲が悪くて、顔を合わすとお互いにシャーうーって威嚇し合うんですよ。みかんは人間の年齢にしたらもう76歳、目も悪くなっていないし、走り回って遊んでいるんですけど、もうおばあちゃんです。みかんを飼い始めたのは2005年の冬、まだ純烈結成前で俳優の仕事で忙しくしていた頃です。疲れて家に帰っても誰もいないのが寂しくて、その寂しさを紛らわしたくて猫を飼いたいと思ったんです。インターネットの里親募集のサイトでみかんを見つけて、北千住まで会いに行きました。保護猫の里親になる時って、最初の1ヶ月ぐらいはお試し期間、ちゃんと飼っているか、里親と猫の相性がいいかとかを試されるんですけど、僕とみかんの相性は最初からバッチリ、見た瞬間この子はうちの子になる子だって思いました。みたらしは白、茶、黒の3色なのでみたらしと名付けたんですけど、もともと野良猫、親猫の野良猫が去年うちに来るようになって、去年6月と今年3月に赤ちゃんを2匹ずつ産んで、そのうちの1匹がみたらしです。北千住から引き取って帰ってくる電車の中で、ケージがあるのに入らず僕のコートの中に潜り込んできました。僕のコートの中が暖かかったんでしょうね。みかんはまだ生後数ヶ月だったから、小さくて可愛かったですとコメント。そんな白川さんですが、2019年1月1日8年前に1歳年下の一般人女性と結婚していたことを発表しました。所属事務所の発表によると、純烈のデビュー前に入籍し、下積み時代から支えてくれた女性と結婚していたとのことです。白川裕二郎さんと嫁の間に子供はいないようです。近年は子供を持たない選択をする夫婦や、事情があって子供が持てない夫婦もたくさんいます。きっとみたらしとみかんに見守られながら、夫婦仲睦まじく幸せな結婚生活を送っていることでしょう。次に白川さんが当時付き合っていた彼女から2度も殺されかけたと、2019年放送の解決へみチャンネルで明かしました。当時付き合っていた彼女の他にも二股をかけていた別の女性がいたという。白川さん、その浮気が発覚した際、
彼女が激怒し包丁を持ち出し浮気したのと問いかけてきたという。白川さんは必死でやっていないと連呼し、その場は一旦収まりました。2回目は20代の頃、友達に彼女とのディズニーランドデートに一緒についてきてくれないかを頼まれた白川さん、心よく承諾した結果、男友達が気を利かせてくれたようで、女の子を一人呼んでくれたのですが、当時付き合っていた彼女には何も言わずに遊んだそうです。後日チケット半券をテーブルの上に置いたことを忘れて寝ていると、彼女が合鍵を使って中に入ってきて、気配で目が覚め、彼女がチケット半券を見ていると気づき、寝たふりをしていると彼女がガタガタと震え出し、寝たふりを続ける白川さんの首を絞めながら、あんた誰とディズニーランド行ったと言われ、白川さんはなすすべもなく首を絞められ続け、意識朦朧となってきた時、ようやく手が離れて助かったそうです。二度も殺されかけたという強烈エピソードを持つ白川さん、プライベートの恋愛は純烈ではないみたいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。